はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、夏が来たということで、やっぱりこの夏いろんなところ行きたいじゃないですか。海もプールもサウナもってなると、やっぱり必要になってくるのは、そう、水着です。私去年も水着2つぐらい買ったんですけど、ちょっとマンネリ化してきちゃったというか、そろそろ新しい水着が欲しいなということで、今回はなんとこの浦間エボスパイダーくんに乗って渋谷の方まで来ております。でこれから渋谷にある西武渋谷店にお邪魔しまして、水着調達していけたらなと思います。水着買うのはいいんですけど、なんか自分に似合う水着とか、男性目線でどんな水着がいいのかってちょっと分かんないじゃないですか。なので今回はちょっとカメラマンさんに、これがいいんじゃないみたいな水着を選んでほしいなと思いまして、今日もカメラマンさん来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。水着って男性からしてどんな感じのがいいんですか？スケスケですね。それ水着じゃないでしょ。水着にスケスケとかある？捕まるよ。とにかく布が小さいやつですよ。なんかもうちょっといいコメント待ってます。まあちょっと今回はとりあえず水着を調達して、これからの夏の時期に備えて準備万端していけたらと思います。はい、ということで、それでは浦間エボスパイダーくん、しばしお待ちいただければと思います。いざ水着の調達。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。西武渋谷初めて来たんだけど、すごい大きいんだね。 A 館 B 館 P 館。今日は A 館にある水着、三愛水着が確かあったと思うんだけど、ちょっとこの辺り行ってみたいと思います。で今日まだ開店直後だからかな、すごい空いてるんですけど、この先店内はちょっと撮影 NG なので、実際に購入した後皆さんに何を買ったのか見せていけたらと思います。では爆買いしちゃいました。今年はちょっといろんなところに行きたいなと思ってて、それこそ明日実は会社の部下のセリピーちゃんと大磯ロングビーチ行く予定ですし、あと8月はどこかで海も行きたいし、あと地元に帰った時にまた川遊びしたいなって思ってるんで、それに合わせて爆買い、3着ほど水着を新調しちゃいました。結構な金額いきましたね。びっくりしました。いや、なんか普通数千円ぐらいかなって、なんか下着と同じ感覚かなって思っていくじゃないですか。普通に1着2万ぐらいしました。はい、ということで水着を調達してきました。いや、めちゃくちゃ買っちゃったんでちょっと大変なことになってるんですけど、ちょっとどんな水着買ったか見せていきたいんですけど、今回はちょっと私一人で選んだのもあるんですけど、やっぱり男性目線ということでカメラマンさんの意見も取り入れつつ決めてみたんですけど、どうですか？決してのはなかったですね。そんなのあるわけないでしょ。そりゃそうよ、そんなのはないんだけど、でもちょっと色をなんかこんな感じ、鮮やかな色も入れてみたりね。全部ぐっちゃぐちゃになってるからパッと見何なのか分かんないかもしんないけど、ちょっとこれそれぞれ試しに着てみますか。明日実際に着ていく予定があるんで、ちょっとその前の試着やってみます。はい、ということでまずは1着目、じゃーん。ちょっと夏っぽい感じで明るいカラーメインにしてみたんですけど、いかがでしょうか。じゃん。これ普通にビキニなんで上と下であるんですけど、その上にショートパンツ履いて、であとラッシュガードも着てって感じですね。でこれちょっと履いてみて思ったんですけど、ショートパンツあると一気にお尻の安心感がある。なんか普通によくあるビキニだと、なんかお尻がちょっと大丈夫かなって不安になるんですけど、このショートパンツいいかもしれない。お尻隠しようってことで。ちなみにサンダルもこんな感じで可愛いサンダル買っちゃいました。じゃーん、値札付きです。サンダルは6490円、そしてショートパンツは7590円、そして水着は驚きの18700円。高くない？なんかもうちょっと安く買えるもんだと勝手に思ってたんですけど、結構いいお値段しました。
それではお次2着目、じゃじゃーんちょっと今回は色味足してみました。これ下もあるんでビキニになってるんですけど、あんまりこういうちょっと激しめのカラー普段着ないんですけど、どうかな。あとこのブラは結構胸がシュッと上に入ってくるラインがあるので、左右からねちょっとモリッといい感じに漏れます。でこの水着も結構高くて、さっきと同じ 18,700円、いいお値段。でも後ろとかもちょっと可愛いんですよ、こんな感じ。さっきのとこっちだったらどっちの方がいいと思いますか？あ、それぼーっとしてさっきのどうなの着てたか忘れちゃいました。とにかく暑くて、こうやって水着着たはいいけど、今日これからプール行くわけじゃないから、もう今からすごい水浴びしたい気持ちになりますね。はい、ということで3着目ラストはこちら、じゃじゃーん次3着目についてはこんな感じでちょっと赤色の水着にしてみました。このウラカンエボスパイダーくんとのおそろコーデなんですけど、いかがでしょうか。ちなみにこの水着は、お、17,600円だ。さっきまでの水着より1000円安くなりましたね。でも結構高くないですか？衝撃だった。こんなにするんだっていう。でも今年の夏はちょっと気合い入れたくて奮発しちゃったんですけど、結構な金額いっちゃったんですよ。なんと驚きの約9万円でした。結構使っちゃった。そりゃ水着3着と合わせてこのラッシュガードだったりサンダルだったり、あとショートパンツとかもいろいろ買ったんで、まあまあするかなとは思ったんですけど、行きましたね、アワネコ選手奮発しちゃいました。あちこんだけ暑いと車も熱中症にならないか心配なんですけど、今の外気温見てくれますか。今まさかの 42.5 度って書いてあるんですけど、やばくないですか人間だったらもう救急搬送されてます。お風呂ってどれぐらいの温度ですか。あ、お風呂は私40度とか41度とかそれぐらいで入ってます。ちょっと厚めかな。私シャワーで済ませるのが嫌で、毎日湯船に浸かんないとダメなんですよ。そうか、入浴剤も出してるぐらいですもんね。はい、そうなんです。この時期はあんまり売れてないんですけど、おすすめですよ皆さん。猫鍋、ヒノキの湯買ってくださいねもうダメです、暑すぎて耐えられなくなりまして、今日はちょっとラーメンではなく近くにあった富士屋のレストラン来ました。このランチメニュー美味しそうだったんですよ。今日はこのオムライス頼んじゃいました。あ、そういえばまだ何も報告できてなかったんですけど、某車を契約手続き中です。何買ったんですか前からずっと欲しい欲しいって言った車あったじゃないですか。スワイパーですか。違います。とうとう買いましたか。違う、ごめん、もう一個あるじゃないですか。まあまあ、またどっかの動画でご報告する予定なんですけど、またね、コーンズさんにお邪魔してきまして、その様子しっかりカメラで収めてきましたので、皆さん多分来週末とかになっちゃうのかなと思うんですが、そちらも乞うご期待ということで、あと実はとある方とのコラボを8月は2つも予定しております。1人目はちょうど1年前ぐらいにもコラボしていただいた超大物モータージャーナリストさん、はいもう名前を出さなくても分かると思うんですけど、であともう1人がなんと皆さんびっくり、元アイドルの方です。超有名な元アイドルグループの方なんですけど、実は来週コラボ撮影の予定があるんです。実際にお会いするの初めてなんでドキドキなんですけど、きっと視聴者の皆さんが喜んでいただけるようなそんな動画になるかなと思いますので、ぜひそちらも楽しみに。誰だと思います？2人目大島優子さんとか。あ、でもグループは同じです。そう、元
元 AKB の方です。あまねこチャンネルに出ていただけるなんて本当にありがたいなという限りなんですけど、視聴者さんはもう歓喜だと思います。あまねこチャンネルに私以外の女性が出るとそれだけでもみんな湧くのに、それがまさかの元アイドルなんで、ドカーンドカーンですよこれは。あ、カメラマンさんは同席しないんで残念でした。はい、こっち行きます。ダメだよ、不審者として通報するよ。またそれもちゃんと動画でご報告するんでお楽しみに。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。じゃじゃん、来ました、オムライス。お腹すいたんでしっかり食べてスタミナつけて午後も頑張ります。いただきます。ハッピーバースデーの人がいますね。ハッピーバースデーディアちゃんじゃじゃん。